10月18日火曜日、第2回ジャイスト能美市連携日本語講座日本文化体験として能美市の酒蔵日本家屋を見学しようが開催されました。学生やサポーターなど36名が能美市宮武町の宮本酒造にお邪魔して酒蔵と日本家屋を見学しました。大きなタンクがずらりと並ぶ酒蔵で酒造りについて説明を聞いた後は日本酒をちょっとだけ飲んでみる体験もできました。築100年以上の古民家から眺める日本庭園の風情や歴史を感じさせるたくさんの品、秋の一日日本文化にたっぷり触れて綺麗な庭の写真を撮る人、おいしいお酒をお土産に買う人、参加者それぞれに楽しい文化体験となりました。